夢の旧作、たぬきと与太郎。与太郎は毎日隣村へ遊びに行って、まだ日の暮れぬうちに森を通って帰ってきました。あの森はタヌキがいて、いろいろのものに化けるから、日の暮れぬうちに帰らぬと恐ろしいぞと、お母さんが言い聞かせているからです。ある日、与太郎はうっかり遊び過ごして真っ暗になって帰ってきました。森の中に入ると、たちまち一畳もあるくらいの一つ目入道が出ました。やあ、大きなおじさんが出てきた。目玉が一つしかないんだね。面白いな。僕と一緒にうちへ遊びに来ないかい？と与太郎は言いました。一つ目入道は見ているうちに六六首になりました。いやあ、綺麗な首の長いお姉さんになった。変だな。どうしてそんなに長くなるの？もっともっと長くしてごらん。と言いました。六六首は今度は鬼の姿になりました。いやあ、鬼になった。お節句の人形によく似てる。おかしいな。もっといろんなものになってごらん。化け物は与太郎がちっとも怖がらないのでつまらなくなって、タヌキになってしまいました。それを見ると与太郎は真っ青になって、はあ、タヌキが出た！化けると大変だ！助けてくれ！と言いながら、一生懸命逃げていきました。